日本ファインセラミックスの次世代の骨再生材料オクタカルシウムフォスフェイト OCP と言いますけども、リン酸8カルシウムは今使っているハイドロキシアパタイトとかですね、リン酸3カルシウムに比較して生体の吸収性が非常に優れて、また骨を再生する力もものすごく強い材料です。この材料は同じリン酸8カルシウムなんですけれども、 OCP だけは作るのが非常に難しくて、大学の実験室などでも1回作ってようやく数グラム作れるのがこれまででした。我々日本ファインセラミックスは東北大学の鈴木治先生と共同研究をしまして、先生の技術をさらに改良して、現在では年間20キロぐらい作れるようになりまして、これから先骨の再生材料としてお客様のところに届けていきたいと思っております。そういう材料です。日本は今非常に超高齢化社会になっています。その中で高齢者の方は例えば膝の疾患の変形性関節症とかですね、背骨が曲がってくる骨粗鬆症ですね、そのような疾患が増えてくると言われております。そのような疾患に対して早めの手当てをすることで、この OCP などを使うことによって高齢者の生活の質、クオリティオブライフですか、それを高めたいと思ってます。骨の疾患のある方々はもちろんですけれども、そういう方々の生活の補助になればなということで、この材料の開発に着手しました。残念ながら今この材料はまだサンプル出荷の段階です。我々としましては量を作れるようになりましたので、実際の臨床の場で使うだけの量を作れる状態に今なってきておりますので、そういうことで最終的にはお医者さんが使えるものにしなければいけないんですけども、それにあたっては医薬品メーカーさんだったり医療機器メーカーさん、あるいは大学や研究所の皆さんと協力して、 お医者さんが使いやすいような最終製品を、早く完成させてお医者さんに届けたいと思っております。